には、椿の花の美しさが紹介されていた投稿から。椿の木は日本原産で、海外ではカメリア・ジャポニカと呼ばれています。カメリアは、椿を欧州で広めたイエズス会の司祭の名前から。椿の花は、交配が容易なため、古来から品種改良が行われてきましたが、文化的には、桜や梅などと比較すると、重要な地位を占めてはいませんでした。ですが、足利義政や豊臣秀吉など時の権力者に愛されたことから重要度が上がり、江戸期になると、2代将軍の徳川秀忠がことさらに好んだことにより、絵画とは芸術面で定着し、一般の人々にも愛されるようになっていったそうです。海外では、一部の地域を除いては、さほど一般的な花、木とは言えないようで、初めて目にする美しさに驚きの声が多く寄せられていました。